はい、ということで、プロサーファーの金尾さんのフィッティングに続きましてですね、まあ本当に久々の登場ですね。まあ私の番組に初めて登場してからもかれこれどのでしょう、2年近く経つんでしょうかね。今ではもう本当にこう僕のフォロワー数をはるかに上回る、インフルエンサーって言ったら失礼ですね。もう本当にタレントさんです。あの藤沢、京子ちゃんです。どうぞ。京香ですね。京香です。京香でした。失礼しました。はい。きょんちゃんきょんちゃん言ってんからさ、京子なのか京香なのか分かる、間違えちゃう。大変失礼しました。きょんちゃんのファンに怒られそうやな。はい。ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、あれ身長縮まりました？え？よし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 。僕が伸びたっていうことです。あ、よしですよしです。はい。ということで、きょんちゃんに久々登場いただきまして、実はね。はい。まあそれなりに連絡はまあ頻繁ではないけど、まあたまにこう連絡は取ってたんですけど、まあ今年からテーラーメイドの、はい、オフィシャルアンバサダーなんですか、はい、になりまして、え、きょんちゃんまさかテーラーと思って、僕と一緒じゃんと思って、うん、やっぱりテーラーメイドファミリーに、はい、チームテーラーメイド、チームテーラーメイドに、はい、来たきょんちゃんとですね、こうやってコラボして撮影できるなんて、まあ幸せですね。はい。はい。いやでも今日はちょっと。なんですよ。ガクガクしながらうちから来まして。はい。まあ久々にね、きょんちゃんのゴルフ見ますから。はい、本当に、いや成長しないじゃないかよとか言われちゃうかな。まあやっぱりね、先ほどの金尾さんは僕、金尾さんは僕初めてなんで、はい、あのぐらいのテンションでしたよ、はい、でももう過去にお会いしてるんでね、はい、やっぱりここはちょっともう厳しくね、何やってんだよって言われないように、はい、テーラーメイドの顔を潰さないようにするためにも、ね、今日は成長したきょんちゃんを見せられたらなと、はい、思うんですが、やはり今回はやはりそのゴルフは多分ねやられてますし、やっぱりこう頑張ってインスタグラムとか僕見ると結構練習してるなっていうのはすごく感じますし、ただやはりこう画面を通してでももうちょっとこうした方がいいんじゃないかなみたいなのはあるんですよ。ただそこは一回僕もグッとこらえて、今日は今使ってるクラブね、はい、これを、実際にちょっと拝見して、このクラブをきょんちゃんにバッチリこう合わせていこうという試みですので、はい、まずは今使ってるクラブ、これはレディースですね、はい、レディースの、ステルス2のウィメンズ、ロフトが12度HD ですね。これは、多分ステルスが今発売している女性用の中では最も多分優しい、優しいというか、いや最もまあ、うん、初心者向きというか、力のない人向きの多分クラブだと思うんですけど、はい、ちょっとじゃあこれ普段と同じように一回打ってください。はい、いきなりでいいです。ちょっと素振りしてもいいですよ。いつもこれなんだ、はい、なんか先ほどの金尾さんと全く同じような球だね、はい、今のが、でもスピンでは少なかったですね。スピンはそんなに多くないんですよね。打ち出しが 19.5 度なんで、 19.5 度って言っても分かんないでしょ要するにこうバーンと上に上がってストンって落ちる感じ。確かに距離も短い。そうですね、はい、じゃあいつも使ってるやつもう一回言ってみましょう、はい、でもあれが普段出るんでしょ。そうですね、右にちょっと曲がったり、はい、うん、そうで、ダフルと左、まあこれダゴルフってね、ダフルとねヘッドが返るから絶対左行くんですよもう一回やってみましょうか。うん、まあ確かに今のはまあちょっと左に行ってるけど、まあ、若干天ぷら気味ではあるけど、まあでも確かにこう上がりすぎっちゃ上がりすぎですね。でやはり
球が高く上がるってことは悪いことではないんだけど、逆に上がりすぎたら上がりすぎたで勢いが上ばっかいってしまうんで前へ行かないから、やっぱり距離をだいぶロスしちゃうんですね。なので今僕の初見ではちょっと球の上がりすぎがだいぶ距離ロスにつながってるなって思うんですけど、まあ、ここは今カリスマフィッターがいますんで、はい、また僕の可愛い後輩の武藤くんに来ていただきまして、はい、はい、ということで武藤くん、はい、再度登場していただきまして、はい、ちょっと一回そのままさ、まあ、素手になってるけど、素に普通に仕事してるけど、一応カメラ回ってんでね。すいません。はい。大丈夫、いいよいいよいいよ。ということで今、武藤くん来ましたんで、はい、今、じゃあ今、どうですか、この今、きょんちゃんの球筋だけを判断して、はい、3球、3球打ってもらって、ね、まあ、いわゆるこう、僕の見立てでは球上がりすぎじゃないみたいな。そうですね、ボール、打ち出しが特に 20.4 度って言って、20度までいっちゃうと、ちょっとドライバーとして、上がりすぎかなって。そもそもドライバーじゃないのね。何ですか打ち出し20度って。なんかもうフェアウェイって5番ウッドとか、そう5番ウッドとか7番ウッドとか打ってんじゃないかなぐらいなんで、ちょっとじゃあ今、早速今これは何ですか、何にかな。これは、ステルス HD のウィーメンズ用の L シャフトなんで、女性用の標準シャフトですね、はい、でやっぱり少しこうしなり戻りが激しすぎて、しなりっぱなしできちゃうとフェースが開いてロフトがついて当たるんです、はいはい、戻ってきた瞬間にフェースがかぶりながらロフトがついて入ってくるんで、こういう感じね。だから左に曲がって高い球か右に抜けて高い球か、いずれにしても高く上がっちゃうと。多少高い。なるほどなるほど、わかりました。はい、なのでちょっとじゃあスペック選んでみたいと思います、はい。なんか私のまだ初心者の気持ちが強くて、うん、シャフトを変えるっていう概念、まあでもね、なんだろう、やっぱりこう僕が思うには、はい、その初心者だから優しいのを使うとか、うん、上級者だからハードなのを使うっていう概念は僕の中にはないのね。初心者でも X シャフトが合う人も中にはいるだろうし、逆にめちゃくちゃ筋骨隆々でも R シャフト買う人も多分いるだろうし、そこはちょっと一概にね、こうゴルフ経験とかレベルによってなんかこう一国にするのはちょっと違う気がするんだけど、今一生懸命今ね武藤君選んでるんで、すごい開くんだ。そこさあ今もうたくさんなんか持ってきました、藤沢強化のために。はい、ということで今どうでしょう。はい、そうですね、まだちょっとスイングでリリースのポイントがちょっとまだ安定してないのかもしれないんですけど、はい、シャフトは逆に変にこう癖があったりするとその癖に合わせないといけなくなっちゃう。なるほど、まあ、癖のないシャフトですね。はい、ですね、なるべく癖のないシャフトっていう意味合いで、スピーダーの NX グリーンですね。 NX グリーン、はい、スピーダーシリーズの最新作、5年の秋発、はい、になってます。今それ結構ね、女子プロも使ってる人多いですね。女子の修理使うってやっぱり、はい、現場にいるとその緑にしちゃうとよく見かけます。それだけでテンションが上がりですね。去年は青いのが流行ってたりしましたけど、はい、じゃあちょっとじゃあ打ってもらっていいですか。重さは 40g 台のフレックスが R2 なんで、この、ね、ラインナップの中で一番柔らかいシャフト。なるほど、ちょっとシャフト長くなるんですよ、はい、まあ、レギュラーシャフトの中では一番柔らかめ。そうです。うん、はい、そうで今やっぱりちょっとね、シャフトが硬くなってちょっとこうそのままこう球が右に滑っていきましたけども、でも今のでももう先ほどね、僕一発目がダメだったらこれダメなんですよ。で今のも実は打ち出しが 20.5 度上がりすぎなんですね。ってことはキョンちゃんの場合はシャフトもあるかもしれないけど、僕的にはそのロフトがつきすぎたクラブを使ってるので、はい、これロフト12度でしたっけ。だから残念だけどやっぱり金尾くんと一緒でヘッドごと変えろよっていう風に言わざるを得ないかなっていう感じが僕はします。ということで今それを汲み取って今武藤くんがなんかそれ用のやつ今チョイスしてくれてますけども、なんかありますか。女性用の 12.5 度から、まあ、そのまま HD の 10.5 度に。あ、男性用かなっていう感じ、ね、なるほど。お、もしかしたら
性別キャラ変更髪の毛もショートにしたことだし確かに切りすぎてじゃあちょっとじゃあ早速じゃあちょっとメンズのクラブそっかカスタムするってことはここだけメンズにしてってこともできるもう可能性ありますね長さはそんな変わった気がそんなしないんですけどですか少し長くはなってるんですけど、ね、少しだけ、はいまあ、そこら辺はお得意の鈍感力で、はい、まあでもいい意味でその気づかないっていうのはありだと思う、うん、だからあれがうわ長くて振りづらいっていうフィードバックがないだけこの長さでも十分違和感なく振れるってことは逆にポジティブに捉えた方がいいねそうです、はいうん、メンズシャフト、うん、純正で売ってるメンズのシャフトよりは短いですかいや一緒です一緒なのはいなるほど。まあ、ステルス今2の 10.5HD、うん、だからさっきからフトが2度立ってるって感じですね、うん、はいでは打ってみましょうどうですか見た目の感じはあんまり違和感ないですか硬そうな車高は全く12.5 12.5 と一緒です。はい。で今、ちょっと当たりは悪かったですが、まあ打ち出し角は今 15.5 なんで、だいたい適正なんですよ。うん。当たりは悪かったけど、打ち出し角は適正なんですね。はい。で。まあ、打ち出しが悪いから手応え的にはあんまり良くなかったかもしれないけど、まあ、芯外しちゃったんでね、はい、でもやっぱりインパクト時のロフトとかは多分このぐらいが適正なんですね、はいはい、じゃもう一回やってみましょうか、はい、うん、あ今のいい球ですね、はい、今ナイスショットですね、はい、すごい綺麗な軽いドローね、いいですね。はい。ね、やっぱり打ち出し角ね、だいぶ落ちましたよね。今ので1まで下がりましたし、はい、バックスピードも2600でヘッドスピードからすると先ほど2000回転。そう、加納さんのそう。言いましたけれど、女性の場合だとヘッドスピード落ちるんで、そうすると回転あった方が良くなるんですよね。さすがに3300、400までいくと多いんですけど、うん、2000のまあ先ほど前半で言いましたけど、うん、2000の場合後半欲しいみたいなイメージになります、うん。確かに。ちょうどいいところに入って。なので今一発目二発目ともレディースのクラブよりかははるかにデータが良くなったのでやはり私は女性で初心者だからってか弱く女性用のレディースのクラブを買っちゃうと実はもっとごつかったんだみたいなそれですよねもっと力あったんだみたいなところにやっぱりこう落ち着くのかなとなのでやっぱりきょんちゃんの場合はやはりロフトの12度のレディースだとやっぱりいずれにしても多分上がりすぎてだいぶ距離を損してしまうのでやはりメンズのクラブてか 10.5 の、この HD で今多分これ一番いいデータ出てると思うんで、はい、一番いいショットですってことはもういきなりいいデータが出てるんでこれが合ってるんですよただ怖いのはコースいってスイング変わるんで先ほどの、ね、人もねなので一応コース用に、はい多分コースいって例えばターゲットを狙った時に、はい、僕の中では2パターンいて目標を決めて打とうとした時にヘッドスピードが落ちるタイプ、はい、逆に競技とかになった時にどんどん飛んじゃうタイプっていうので、はい、一応このシャフトをベースにアンダースペックとオーバースペック両方ちょっと用意していただいて、はい、実際現場でちょっと試してみたらどうかなと、はい、ヘッドはおそらくこれでも合格点ですね、はい、なので HD の 10.5 が合ってるあとシャフトが今これが一番癖のないシャフトのR2 ですけどもこの最新のこの癖のないシャフトで一応もう一個固めもう一個柔らかめはないのかねこれ一番柔らかいやつなのでこれよりかちょっとじゃあオーバースペックのやつをコースに行ってまあ多分もう画面慣れしてるからコース行った方がもっと気合入ると思うんで一応このままの状態だったら多分これが合うという結論でよろしいでしょうかはいなのでまあきょんちゃんの方は先ほどの加納さん以上によりそのフィッティングの伸びしろがね、はい、めちゃくちゃあったっていうことを考えると、やっぱり女性は意外と、ゴルのギア、詳しい子もあんまりいないし、確かに全く分かんないから、とりあえず与えるがまま、
買って、まあ始めたばっかだからこのぐらいでいっかみたいなところでクラブを買ってしまうと、逆に、結局買い替えたりとかフィッティングして余分な投資がかさんでしまうので、はい、やはりこう、特にこのいい、クラブをこれから買いたいのに、どれを買っていいかを悩んでいる方は、やはり、ね、こちらの銀座店でもいいですし、まあ、本当にいろんなところでまあフィッティングやってますけども、特にこのテーラーの銀座店は、こうブースもたくさんありますし、よりこうね、シャフト見てもらったら分かるの、あんだけたくさんシャフトがあるので、間違いなく自分に合ったものっていうのが選べると思うんですね。はい、なので、ぜひ、ご覧のユーザーの皆様も、やはり、自分に合うものが本当に何なのか、実際こうデータを取りながらですね、やはりこう、一球、一発打って、はい、ダメ、はい、ダメって、武藤くん対応してくれるんで、はい、ダメって言ってもらって構わないんで、一回一回ちょっと打っていただいて、より自分にいいものをしっかりとカスタムして選んでいただいた方が、安物買いの銭失いにならないのかな、という感じがします。はい。ということで、今回は、きょんちゃんのフィッティングしましたけど、あとはここから、今から移動してコースに出ますんで、はい、格好もこのままですね。いや、通って。やるの？やります。なんかそれなんか、そうするとなんか嘘っぽいからこのままでいいよ。どうですか？チェンジするの？あ、チェンジするの？はい、なんかそれなんかインチキ臭く見えるけど、僕は忖度したくないけど、でもじゃあもうこのまま行きますね。はい。はい、顔はこのままなんで。顔はこのまま、化粧も変えないでね。髪型もこのまま。はい、OK、はい。はい。ということで、このままコースの2度したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。